スポークニップルニップルとは機械部品同士を結合するための乳首に似た感情のネジ部品である。スポークニップルは自転車やオートバイのスポークホイールにおいてスポークの先端を他の部品につなぐ小型のナットである。普通は単にニップルと呼ばれる。一般的なホイール形状の場合、ニップルはスポークとリムをつないでおり、一部のスポーツタイプの自転車では ハブ側についているものもある。このニップルをスポークレンチという工具で回すことによってスポークの張り具合を調整しホイールの歪みを修正できる。グリースニップルは機械の可動部分等にグリースを供給するための吸収配管の一時側に装備する注入口の部品である。注入口は内部からスプリングで玉が押し付けられる逆止め弁になっており、グリースガン等を接続して 圧力をかけることによって、グリースが吸収配管に注入される。A 型、B 型、C 型、ボタンヘッドタイプ、ピンタイプなどの種類がある。貫継手実 B0151、鉄鋼製貫継手用語において、ニップルは直線軸の両端に、おねじが切ってある管継手と定義されている。荷物によるもののほか、配管用炭素鋼交換の両端に、 汎用テーパーネジを切ったものもある。また、ホースを接続するためのホース継ぎ手も、ニップルと呼ばれることがある。ありがとうございます。